まうねえ。ブライトンクソ強い。予想通り三笘の逆サイドがスッカスカ。三笘に警戒しすぎて右サイドがザルだな。スペース相手マーチ躍動してるな。三笘のとこ3人くらいマーク来とるやん。やっぱり三笘とやりたくなさそうだな。アーノルドは余裕だなかもにしてるわ。三笘どうなってるん漫画の主人公みたいなチートみたい。リバポ弱体化してるとはいえ、圧倒的じゃないか。マジすごいなブライトン。とりあえず三笘に出しとけってくらいボール来るね。マティプに引っかかってるな。きちんとアシストできるチャンスあるのにもったいない。リバプールってこんな一方的に攻められるようなチームだったっけ。ブライトンも戦術三笘になっててワロタあれだけ警戒されててよくやってるわ本当に。これ移籍する必要なくて草。リバプール 2-3-0 って普通に上手すぎんか。三笘このパフォーマンス半年続けたらマジで世界中から引っ張りだこやろ。アシスト消されたのは納得いかんわ。それぞれの選手の長所が最大限発揮されてるからおもろいな。リバポの守備がザルなんかどっちかわからんけどマジで全員上手く見えるんだよな。全員トラップ上手いしボール取られないしパス繋げる。三笘にマークつきすぎてマーチめちゃくちゃ楽になってたな。相手からしたらどうしようもないな。リバポは今の段階だとアーノルド使わない方がええんとちゃうか。あいつ何か勘違いしとるやろ。ブライトンのパス回しがビッグクラブのそれだった。ほんと真似は良いタイミングで脱出したな。ここまでリバプールがボコられるの久々に見た気がするわ。今までは腐ってもリバプールだったけど今日は圧倒的にブライトンの方が強者だった。まあこのブライトンで来るみたいけど戦士かられるだろうな。特にカイセドはすごいね。ブライトンマジレベル高いな。三笘もそのピースに見事にハマってるしいいチームだな。いかがだったでしょうか。今回はブライトン対リバプールの反応を見てきました。三笘の活躍もあり不調のリバプールに対してブライトンが好調ぶりを見せつける結果となりました。ここ最近の状況から完全にレギュラーを掴んだ三笘。今日もドリブル突破で圧倒的な存在感を発揮していました。残念ながらアシストは取り消されましたが、ドリブル突破だけでなく次回はゴールアシストを期待したいですね。今後の活躍次第ではビッグクラブの注目も集まり、ステップアップの噂も加熱するでしょう。今後の三笘並びに粒揃いのブライトンがどのような戦いを見せるのか引き続きチェックしていきたいですね。